シャターブギ急行は、インドの急行旅客列車で、近隣大都市間を高速で結ぶ。1988年より運行されており、始発駅を朝早く出発して、終着駅に昼頃に到着、さらにそこで30分から1時間停車した後、再び朝の始発駅に向かって出発して晩頃に到着するという運行計を有している。シャターブギ急行は、 ラージダーニー急行とともに急行の名称を持ちながらも特急の機能を持つインド最速の列車である。また数時間十数時間の遅延が日常化しているインドの鉄道の中にあって比較的遅延が少ない。これはラージダーニー急行がデリー首都圏と州首都などの大都市を結ぶ長距離運行を行うのに対しシャターブディ急行が短距離中心の運行であることが 関係していると言える。営業最高速度は時速 130km が標準である。ただし、ニューデリー・ボーパール間を結ぶボーパール・シャターブ・ディー・急行及び NDSL ・シャターブ・ディー・急行は時速 150km が最高である。これはインド国内の列車の中でも最速である。ニューデリー・アーグラ間に限れば 195km を2時間以内で走破する。 シャターブディという名は、ヒンディ語で、一世記載という意味で、これは、シャターブディ急行の運行が、インド初代首相のジャワハルラールネルーの生誕100年を記念して開始されたことにちなんだものである。シャターブディ急行は、途中駅に停車することがほとんどなく、速達性を重視した運行を行っている。全車冷房完備で、内装は豪華にし、 快適にくつろげる環境を作り出す用意とされている。一方近年では、ジャンシャターブギ急行が設定され、冷房設備がない代わりに運賃を下げた編成も運行するようになっている。2005年現在、シャターブギ急行は14往復路線、ジャンシャターブギ急行は18往復路線が設定されている。シャターブギ急行のうち10往復路線は、デリーのターミナルから、その他は、 チェン内、コルカタ、ムンバイから発着している。デリー・アーグラカンのシャダーブディ急行は、タージ急行と呼ばれ、観光客向けに特に豪華な内装と旅客応対を有する列車である。ありがとうございます。